はい、皆様こんにちは、金ちゃんです。私はただいま、北海道札幌市南区辰野というところに来ています。こちらはですね、たまたまね、あのこの道を通りました。はい、でふとね左見たらね、なんかね、石像がね、ポポ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 ポーンってね、立ってるんですわ。はい。でですね、まあ一応ね、ここね、来てみました。はい。一応ね、ここね、あの、札幌市なのに、自分ね、あの、観光できるんだなっていうのが ところをね、知りました。はい。札幌市って言ったらもうね、街中のイメージしかなかったので、あと、鈴木のっていうイメージですよね。はい。皆さんがね、多分知っての通りの鈴木のさんです。はい。で、何が有名かっていうと、で、このね、頭大仏殿っていうのが、まあ、有名なのと、あと、もっと有名だと思うんですけど、これはもうね、札幌市頭大仏殿で検索してみてください。はい。はい、いきますよ。すごい映像まで。3、2、1。見てください、このモアイ像。そしてですね、このね、私が立ってる位置。実はですね、こっちも見れるんです。はい。ちょっと近くまでね、行ってみましょうか。はい。すごいでかいんですよ。東広島インターから、千歳にね、降りようかなと思ってるんですけれども、函館本線沿いをね、目指して撮影したいんですけど、たまたまね、この場所のね、地図がね、違う場所通ってるんですよ。この道を通りたいがために、ナビを無視して来たんですけど、そしたらこれですよ。はい、今ね、ちょうどね、もう雨降っちゃったんで、風邪ひいちゃうんでね、気持ちがありませんから、すごく寒いです。はい、では見てください。はい、でかいですよね。ね、これ手彫りですよ。職人さんが彫ったんでしょうね。一応ね、岩手にもモアイ像あるんですけど、そちらもですね、現地のその職人の方が、わざわざ、ね、日本にお越し、ね、来てくださって、で、作ってくれたんですよね。掘ってくれたんですよね。はい。で、ちょっとね、こっちもね、行きましょうか。はい。で、こっちはね、意外と、スマートなんですよ。モアイ像がですね。ちょっとね、もう雨がね、パラパラ降ってきてるんで、ちょっとかき足ですけども、はい、ここ傾斜になってるんで、ドドドドドドドイと、はい、見てください、こっちのモアイ像ね、お腹がね、ちょっとぽっこり出てるんですよ、なぜかね。はい、マスクもして、感染対策バッチシです。はい、見てください、はい、お腹のね、下をね、押さえてます。一体だけね、一番奥よね、違います。こんな感じでですね、札幌市、南区辰野でモアイ像と、あと頭大仏殿で検索してみてください。出てくると思いますのでね。はい、いやー、札幌市にですよ、観光するところありましたね。はい、手がかじかんできました。はい、駐車場も、ありますし、自分もね、端に止めてますし、結構ね、端に止めて、お子さん連れて遊んでる方もいらっしゃいます。今はいらっしゃらないんですけど、先ほどね、いらっしゃいましてですね。車の通りはね、ちょっと激しいんですけれども、比較的ね、道路が、広いので、この道が広いので、お子さん安全に、遊ばせることもできると思いますね。実際遊んでたんですけれども。はい、先ほどね。はい。車のだけね、通りちょっと多いので、気をつけてもらえたらなって思いますね。はい。各々皆さん写真を撮って、
ったんですよ、さっき。すごい、もうね、お昼ちょうどね、今、写真、こう、回してるの、もうお昼になっちゃってるんで、みんなね、ご飯食べに行っちゃってるんですけども、はい、こんな感じでですね、もう、愛蔵でした。はい、いかがですか？これ、この、何体いるんでしょうね。結構多いですよ。これはね、これはもう絶対行きたくなりますよ。はい。ほんと、たまたまね、この道通ってよかったです。はい。この動画ね、見てくださる方、絶対にね、来てくれると思います。はい、行きたいなーってね、思うと思います。なかなかね、このモハイゾーの、台数っていうか、まあ、数ですよね。はい。なかなかこの量はないと思いますのでね。はい。まずないか。はい。ここだけかなとは思います。はい。あとは、まあ、東北エリアか、あとはやっぱ北海道エリアになるんでしょうね。モアイ像の場所が。はい。多分、九州、まあ、あるのかな。向こうは多分ない。なんか聞かないですけどね。はい。いや、そんな感じでですね、これね、この動画ね、締めたいと思います。はい、周りはね、こういう感じです。はい。まあ、駐車場もありますし、今ね、まあ、正面、すぐ正面に、車が入ってきてるところ、プラス、さらに奥にもね、でかいね、駐車場あります。はい。そしてですね、これまあまあ回っていただきまして、はい。こっちもですね、車止められますんで、はい。車止められます。すごい広いですから、さすが北海道。はい。なので、まあ、駐車場はね、心配必要ないかなって思います。あとはまあ時間帯ですよね。混む時間帯とか。はい。そんな感じです。ではですね、この動画、これで締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。またね、何かネタ見つけましたら撮影したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございます。